震災の津波で行方不明になった石巻市立大川小学校の児童らを捜索しようと、仙台高専の教授のチームがレーダーを使い、周辺の海岸の捜索活動を始めました。石巻市小野崎地区の海岸で昨日捜索を行ったのは、仙台高専の園田淳教授の研究チームです。現場には震災当時、大川小学校の4年生で行方不明となった児童の両親の姿もありました。今回の捜索は専用の機器を使ってレーダーを地中に照射するもので、土や砂以外の物体を確認すると画面の波形に変化が現れます。レーダーが届く距離はおよそ2メートルの深さまでで、反応があった場所を捜索しましたが、昨日は手がかりとなるものは見つかりませんでした。まだ見つかってないというのは本当にもう心苦しいもので、一刻も早く、少しでもですね、手がかりが見つかればいいかなという思いで、微力ながらですね、協力させていただこうかなというふうに思っております。園田教授は今後 AI 技術を使った自動走行ロボットにレーダー照射器を取り付け、海岸全域を捜索することにしています。